サミュエル・バトラーサミュエル・バトラーは、イギリスの小説家。ノッティンガムシャーのランガー生まれ。父は、トーマス・バトラー、母はファニー。シュルーズベリー・スクールを経て、ケンブリッジのセント・ジョンズ・カレッジを1858年に、主席で卒業。1859年、ニュージーランドに移住する。1863年、チャールズ・ダーウィンの、種の起源が発表されると、 バトラーはこれ以降生涯にわたって、カロニ批判を繰り広げることとなる。1864年、イングランドに戻り、クリフォーズ・インに部屋を構え、生涯をそこで過ごした。1872年、匿名で、ユートピア小説、エレフォンを発表する。理想号、エレフォンの名前は、英単語、ノーウェアのアナグラムである。オルダス・ハクスリーは、 自身のディストピア小説、素晴らしい新世界が、エレホンの影響を受けていることを公式に認めている。死後に、半自伝的小説、万人の道は発表された。ありがとうございます。